防水仕様と防水仕様じゃないゴムのパッキンがついてたり IP67 作液にびちゃびちゃのまんまで使ったりとかしても問題なく。ケンマヤ TV。 こんにちは、ケンマヤのアナです。今回はノギスについてお話しします。皆さんはどんなノギス使ってますか？まあ、僕はもうもっぱらデジタルノギスを使っています。まあ、もちろんアナログのノギスも使えるんですけども、なかなかこのこれですね、もともと10年前開業当時に買ったこのアナログのノギスなんですけども、まあもちろんこう普通にこうこの0、10とか下のバーニア見てこの一目盛りが100分の5でちょっとこうなんかこう合わさったところを見てとかいうのでまあ見れるんですけども、やっぱこう机上で測ったりとかするときにはちょっと時間がかかって、こう測って見て 1,2,3,4,5 みたいな数えたりするともう なんか時間かかって大変なんで、もう最近はこんな感じでこのデジタルノギスを使うようにしています。もうそういうのがもう一旦ゼロに合わせてこうピッてこう測れたりとか、ピッピッて測れるんで、もう本当簡単で早くて測れるので、このデジタルノギスを使っています。で、まあデジタルノギスなんですが、まず先ほどお話したみたいにこのノギスも必要、長さ測ったりとかちょっとこう加工前にパッパッとこう測るのにはちょうどいいのでノギス買ったんですけども、やっぱり先ほどお話したみたいにちょっと測るのに時間がかかるっていうことで、すぐデジタルのノギスを買いました。この黄色のやつですね。当時は何でもよくて、とりあえず研磨材屋さんにデジタルノギスお願いしますって言ってこう何も見ないで買ったんですけども、今回久しぶりにノギスの電池を交換しようと思ったら、なんと今ちょっとわざと手で隠してるんですけども、電池の蓋が壊れてしまいました。研磨屋なんでこう検索液とかこう浮遊しててこうミスト状になってて、どっかこう入り込んだりとかしてこう固着してこうめっちゃ硬くてこうゴリゴリゴリってこういろんなもんでこじ開けようと思ったらバキッてこう割れてしまって、まあ壊れてしまったんですけども、ノギスって一瞬チラッと見せたこのテサっていうメーカーのノギスはここに IP67、IP67 とかいうやつがついてて、これ防水仕様なんですね。開業して何年か後にこの防水のノギスがあるっていうのを知って、まあこれが防水ということで、これは防水で買ったんで、これですとこのここですね、電池のところをクイッと回すとこうボタン電池が入ってて、まあこれを交換するっていう感じなので、ひねって開けてひねって閉じるみたいな感じで簡単なんですけども、これももうなんかスライド式やったんで、このスライドのレールですね、レールのところに多分ミストとかゴミとかいろいろ入って固着して取れなくて、こうグイーってやったらバキッて割れたっていう感じで、防水仕様と防水仕様じゃないやつで、まあ、やっぱり若干の作りが違うかなっていう感じはします。まあもともとこのテサの防水のノギスを持っていたんでいいんですけども、1個使ってて別でちょっと使う時にもう1個あったらいいかなと思って、今回この三つ豊さんの防水ノギス買いました。まあ、これも先ほどのテサのやつと同じで、やっぱり防水仕様になるとこの電池の交換するところがこのキャップ式になる、こうねじってする仕様になるのかなっていう感じで、これもまあこうやって簡単にクリッと回して外すとこう電池が出てきてするので、でまあ防水仕様なんでここにこのパッキン、ゴムのパッキンがついてたりとかして、まあ水が入れない感じになっています。もうこれでクイッと入れてですね、これでできて防水仕様ということで、ここにも先ほどテサのやつで見ていたみたいに、この三つ豊さんのやつもちょっと見えにくいかもしれないですけども、ここに IP67、 IP67 って書いてて、まあ防水仕様になっています。まあこの防水、この表示面だけらしいですけども、まあこの表示面が防水ならば壊れることはほぼないと思うので、ここが防水っていうのはいいのかなと思います。ということで、まあ、今回本当に思ったのが、本当このノギスも防水じゃないやつと防水仕様があって、こう用途に合わせて買うのって本当に大事かなと思いました。防水じゃない仕様は10年頑張って持ってくれたんですけども、やっぱり電池交換した時にこうやって割れてしまったりとか、もちろんこの水で何回か当たってとかして
壊れることはなかったんですけども、やっぱりどっかがこう劣化したりとか、もちろんこういうのとかも劣化しにくいプラスチック素材にしてるのかなは分かりませんけどもっていう感じはしたので、と僕も全然初めは金額分からなく買ったんですけども、まあ、今回この新しい最新版っていうんですかね、光代さんの2024年から2025年の光代さんの総合カタログでも見ると、先ほど見ていただいたこのシリーズ、こっちか、200のやつですね、長さ200のやつですと標準価格 24,000円で、防水じゃないデジタルのギスで、防水仕様ですと200のやつが 32,700円で、若干1万円弱 8,000円ぐらい標準価格で高いんですけども、高いんかな、まあ、8,000 円ぐらいやっぱ防水の方が高いんですけども、やっぱり防水の方が先ほどお話したみたいにこう電池の蓋が壊れなくて、やっぱりまあ防水じゃないやつも10年弱は使えたんですけども、まあ今回運よくおそらく使えたのかもしれないですけども、やっぱりここのデジタル部分ですね、デジタル部分が水について故障してしまったりとか、まあ先ほど見ていただいたみたいに電池の蓋が壊れてしまって使えなくなっちゃったりすると、防水と思ってこう気軽に使えるなら、まあ8,000円高いけど防水仕様のノギスを使うといいのかなと思います。で、まあその一応 IP67、 先ほど見ていただいた、まあこのテサのやつの方がちょっと見やすいんでこれを見ていただくんですけども、ここに書いてるこの IP67 っていうのがどれぐらいの防水機能があるのかっていうのがちょっとネットに調べて出てくるんで、IP67、IP67 は粉塵が内部に全く侵入せず、浸水1メートルに30分つけても水が内部に侵入しない防塵防水性能になりますって書いてるので、この工場で使う検索液の中でバーって使ったりとか、切削液こうびちゃびちゃのまんまで使ったりとかしても問題なく使えるっていう仕様が IP67、 IP67 っていう防水性能になっているので、まあ防水性能としては安心なのかなと思います。まあ、先ほども話したように高いけど防水じゃないから気をつけないとな、じゃなくて防水やから気軽に使えると思ったら安いのかな、ノギス壊れたやんけと思ったらもしかすると防水じゃないのかなっていうのも一つ思うといいのかなと思います。まあ次買うときに防水仕様のノギスちょうだいよとかいうのもいいのかなと思います。まあそんな感じで今回はちょっと10年前に買ったデジタルノギスがちょっと僕の購入ミスで防水仕様じゃないものを買って、ちょっとこの電池カバーが壊れて、もしかも電池もちょっとなんかもうここで固まって外れなくなっちゃって、今度はちゃんとした防水仕様のノギスを購入しました。まあ普通にこう検査とかで使えたら多分こんな防水仕様じゃないものでもいいのかなと思うんですけども、現場で使って切削液とか検索液をジャブジャブで使うときにはこの防水仕様のノギスを使うのがいいのかなと思います。またこう皆さんが取引されている研磨剤屋さんとか工具屋さんに相談してみてはいかがでしょうか。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。今回のおまけですけども、まあ先ほどお話ししたノギスのお話なんですけども、僕はまあ光代さんの測定器を買うときはまあデジタルパンフレットウェブで見るのもいいんですけども、見にくくてやっぱりこれぐらいのサイズの A4 とかのサイズ、これだと B4 になるのかな、ちょっと大きめのサイズなんで、こんなタブレットあんまないんで、これでこうペラペラってば本で見るのが一番好きなんですけども、先ほどお話ししたこのアナログノギスをもちろん基本として使うのも僕はすごくいいのかなと思います。まあ、このアナログノギスでこの測定、ノギスの測定方法の基礎を覚えておくと、デジタルノギスでの使い方がめちゃ楽になって早く測定できるので、まあ基本的なこのアナログノギスの測定方法っていうのは覚えておいた方が僕はいいのかなと思います。で、測り方もめちゃくちゃこれややこしいんですよね。先ほどお話したみたいにちょっと適当にパッて開いて、とりあえず29のメモリからはちょっと30寄りなので29は超えてる。で、そっからこの下の点線が一番合うところがおそらくここ0と1の短いメモリのところが
一番線がつながってるので 29.05 で読むことができるっていう感じなんですけども、めっちゃこうややこしいので、まあ、これをちょっとこうこの読み方も自分で覚えるのもいいのかなと思うので、普段はデジタルノギス使ってもいいんですけども、まあ、ちょっと暇がある時に練習してみようかなっていうので、この三津豊さんのいつもお話してるこの総合カタログですね、これの後ろら辺のページの13番、精密測定機器の豆知識っていうページがあって、そこにこのここですね、ノギスっていうタブがあるので、まあ、このノギスっていう項目を前から見ていくと、各部名称が書いてたり、こんな感じで書いてたり、測定方法とか、あと測定のこの読み方とかも書いているので、これ読みながら、まあ、このアッベの原理とかも書いてたりとかも、本当豆知識がめちゃくちゃ載ってるので、まあ、ちょっとアナログノギス練習で読んでみようかなと思うときは、このページを開いて見ながらするのも結構勉強になっていいのかなと思います。まあ、このカタログ展示会で三津さんからもらえるのかな、僕は研磨材屋さんからちょっと新しいの、前がもう 7,8 年前のカタログずっと使ってて、まあ、価格改定もしてたので、まあ、今回ノギス買うときに全然価格違ったりとかしたんで、ちょっと新しいカタログもらったんですけども、まあ、この本のやつとか、あと三津さんの公式ホームページにこの豆知識のサイト PDF で見れたりとかもするので、まあ、それも見るのもいいのかなと思います。あとそれと僕が以前お話しした三津豊計測学院っていう、まあ、1日コースとか2日コースとかいろいろあるんですけども、まあ、そこでこう計測のことを丸1日勉強して身につけるのもいいのかなと思うので、今お話しした詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひ三津豊さんの公式サイトを見てチェックしてみてください。ありがとうございました。